こんにちは、知恵アートです。光ばかりを描いている画家です。皆様お元気ですか？動物たちも植物も大地もみんな元気ですか？今日も小さな絵描きのなんてことはないつぶやき、光の言霊、始めたいと思います。はい、今回も前回に引き続きみーちゃんの特別編となります。大切なことをどうしても今伝えたいということで、また急遽遊びに来てくれました。今回の特別編は具体的にね、自分でできるやり方なども話してくれていますので、ぜひ試してみてください。そしていよいよ来月、2月の11日は、光の言霊1周年記念となる生配信、オンライン講演会があります。ご参加くださった方には、講演会とは別に、1周年のスペシャルギフトとして、みーちゃんからの大事なメッセージ、約15分ぐらいあるんですけれども、そのロングメッセージを、感謝の気持ちということでプレゼントさせていただきます。こちらはね、YouTube では配信しない特別な内容となっています。また、状況によってはもしかすると遊びに来てくれるかもしれません。詳細は概要欄の方に貼っていますので、よろしければぜひ、そちらをご覧の上ご参加ください。当日の参加が難しい方も見逃し配信がありますので、どうぞご安心ください。それでは、今日の光の言霊特別編、始まります。はい、こんにちは。こんにちは。みーちゃん、また遊びに来てくれてどうもありがとう。ありがとうございます。ね、実はこの間もね、お茶したりなんかしてたんだもんね。はい。うん。で、その時にちょっとこう、いろいろ、ひらめいたというか、キャッチしたことがあるということなので、今日はちょっと緊急にね、また遊びに、来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんかその時に感じたその女性性となんか男性性のエネルギーのなんか統合の必要性とか、うん、そういうことをちょっと話してたと思うので、うん、うん、ちょっとその話聞かせてくれるかな。はい、はい、ちえさんと会った時にこれまでは光の絵とかがあるところでしか会ったことがなかっただけれども、確かにそうだよね。そう、普通の時に会うとなんか女性性がすごくちえさんは強くって、はあ、ずっと光を生み出しているから、それで女性性がずっと出てるから、うん、それでなんかみーちゃんがお腹の中にいる感覚になってめちゃめちゃ眠くなっちゃったのね。そうだったね。ちえさんとお茶した後。お茶した後に。そうなんかもう眠とかって言って、あ、なんか、ちょっと胎児の中に戻った感じ。眠いとか言ってなんかそんな感じになっちゃったんだけど、はい、なんでかっていうと、ちえさんの子宮の中の子宮、はい、に普通に赤ちゃんを育てる部屋と、もう一個なんか光を生み出す部屋みたいなのがあって、そこからずっと四六時中光がバーって出てる、うんうんうん、感じだったから、ずっとお腹の中に赤ちゃんがいるみたいな、ちえさんがね、うんうんうん、そういう風なエネルギーがずーっと走ってるから、うんうん、だからそのエネルギーでみーちゃんも眠くなっちゃって、そうなんだ。なんかやっぱりこうなんかその子宮の中に何かその光を常にこう宿してみたいなのって、まあ、いわゆる分かりやすく言うと妊婦さんみたいな感じ、うん、そう、なんか妊婦さんってすごく高い波動なんだよってみーちゃん言ってたよね、うんうんうん、でだからでも
この三次元的にずっとそうやって光を出してるのって、うん、知恵さんぐらいでしか不可能で、そうなの？そう。他のエネルギーで遮られるから、どうしても。だから、そのエネルギーが一回停止しちゃうことがすごい多いんだけど、うんうん、てか、そもそもずーっと光を出すのなんてもう無理だし。あの、人間をしていて。そう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 。あ、そうなんだ。うん。女神さんはとかだったら、普通にバーって出すことはできるけど、人間をやってる以上、そんなこうずっと四六時中あの光をその子宮の中からこう生み出し続けるっていうことは構造上ちょっとこうちょっと無理、うん、全然そんなの知らないでそのまま生きてきたんだけどそっか、それでなんか結構じゃなんかその光を生み出すっていうことであの知らない間にその女性性のエネルギーがなんかたくさんこう出てしまってるんだよね、うん、でそれでなんかもともと女性性が強い人じゃないとできないから、うん、ずっと光を生み出すのは男性性のエネルギーの人はできないの？できない。え、それはなんで？なんか女性性の方がなんか受け止めるっていうかなんか優しくこう、うん、なんていうのかなカバーして、うんうんうん、大事に大事にこう、何、うんうんうん、大事に大事に育てていくみたいな光を生み出すっていうのがまず女性じゃないとできないから。確かにね、子供を産むっていうことも女性じゃないとね、今できないもんね。うん、ああ、なるほどね。でもそういうことで言うと、こう、逆に知恵さんってちょっとバランス悪くないの？大丈夫？なんかその女性性ばっかりでその男性性の部分でもなんだろう光を生み出すときはやっぱり女性性が強くないとできないから、うん、知恵さんの場合はそのままでも全然大丈夫なんだけど、うん、普通の人であんまりにも、うん何女性性が強いなって自分で感じる人とかは、うん、ちゃんと整えないと。なるほど、うん。うん。整えるっていうのは、まあ実際なんかこう、ね、今、もう時代的にもすごくこう、どんどん、変わってきてる分、体の影響とかもあって、うんうん、なんとなくこう、バランスがね、ホルモンのバランスも崩れてて、なんていう人も、なんか多い感じがするのね、うん。そういうのっていうのはどうかな？どんな風に見てる？やっぱりでも、もう今上がってきてるから、うん、ちゃんとバランスが取れてないと、うん、こう、なんか天秤でもこう、なんか、斜めになっちゃって、うんうん、でそうすると余計にその斜めになるからエネルギーを保護してる部分から女性性が逆にちょっと出ちゃうみたいなこともあるから斜めになりすぎちゃって、うんうん、だからちゃんとこの男性性の方もできるだけ自分で統合していかないと、うんうん、なんかエネルギーが乱れちゃうから、うんうん、ちゃんと整えないと体に影響が出て、うん、ちゃんと整えてって合図が出るみたい。なんかほらなかなかやっぱり子供とかもこうちょっと授かりにくくなってるとかっていうのも、うん、例えばそのホルモンだったり環境のそういうようなこう、うん、あのエネルギーの影響もゼロではないとかっていう部分があるじゃない、うんうん、そういうのっていうのはどうかな。でも女性性がそのあまりにも乱れすぎてるとやっぱりさっきも言ったようにエネルギーが出ちゃって女性性の方も少なくなっちゃって女性性が出すぎちゃうのも逆にそれがもう漏れちゃうというか、逆にそう漏れちゃって、うんうん、でそうすると逆に赤ちゃんを受け止めるエネルギーもなくなっちゃうから、うん、だからなんかやっぱりバランスが本当に崩れていって体にも影響が出るっていう。なんかどういう風にしたらみんな多分なんか例えばね知恵さんなんかは自分のこと親父だなと思ってたわけよずっとね。だからそんな女性性がなんて言われるとそんなこと言われたこともないしって思ったんだけれども、でもそうやって自分で自分のことってわからないじゃない、うん、自分はすごくこう
女性性がたくさんあるわっていうふうに思ってても実はそうじゃなかったりとか、うん、いや自分なんか全然と思ってても逆にすごくそうだったりする場合もあるじゃない、うん、そういうのっていうのはどうやって、うん、ほらみーちゃんみたいに見てパッとわかる人はあれだけどみんな自分でわからないじゃない。でもなんか基本的に女性として生まれてる人は、うん、基本的に女性性の方がちょっと強いっていうか、やっぱり女性っていう風に生まれると子宮もつね、うん、あるわけだから、うん、そこから女性性がバーって出てるんだけど、だからやっぱり女性は女性性の方が基本的には強くて、うん、男性は男性性の方が基本的にちょっと強いっていう感じ、うんうんうん、なんか女性特有の例えばちょっとこういう話をしていいのかどうかわからないけども女性として生まれるとね、うん、どうしても生理とかっていうのもあったりするじゃない、うん、でそういう、まあ、話をみーちゃんがもうすでに学校でしてもらってるのかどうなのかちょっとわからないけれども、うん、そういうことって例えばそのもうなんていうのかな整えるために、うん今までのちょっとこうもう不要なものを、うん、流してまた新しいっていう感じが知恵さんは勝手にこうずっとしてたんだけどどうなんだろう。なんか子宮さんの中に本当はなんかすごいちっちゃいなんかピンクの妖精さんみたいなのがいて子宮の中に、その子たちがなんかちっちゃいほうきみたいなんでさっ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 てなんか不要なエネルギー、うんうん、不要な女性性のエネルギーを出すためにやってるんだけど、その、赤ちゃんを育てるためには、やっぱり新しい新鮮な波動、うんうん、綺麗な新鮮な波動じゃないと、やっぱり赤ちゃんはできないから、うん、だから、ずっと溜まってる女性性、いらなくなってる古い女性性のエネルギーとかは、やっぱりあるから、うん、それを、出すために、ほうきでさっ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 てやって、そう。じゃあなんかそれでこう、妖精さんがほうきでこう、パンパンってやってる時にちょっと当たって痛いとか、そんな感じになったりするのかな。よくあるこう、生理痛とかって言ってね、うん、なんかこう、あ、痛いってもうひどいんですとかっていう人もいるんだけど、うん、そういうのってじゃあ、そういう考えで見ると、ネガティブなこととかっていうよりも、中で、妖精さんが、なんか頑張って掃除してくれてるんだっていう感じ。うん、軽い痛みだったら、さっ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 てやってるだけだったけど、うん、あんまりにも痛い時は、やっぱり偏りすぎてるから直しなさいっていう合図だったりとかする。ああ、そっか。そういうサインだったりするのね。うん、ああ、なるほどね。やっぱりすごく大事な部分だと思うよね。なるほどね、うん、なんかやっぱりいろいろな影響で子宮っていうのはすごく大切な部分だから守らなきゃいけなかったりするじゃない、うん、そういう意味で言うと例えば身につけるものとかっていう下着だったりそういうものとかっていうのもやっぱり気をつけた方がいいのかな、うんうん、なんかねなんか基本的に子宮っていうのはなんか、うん女性性のあったかい感じの、うん、エネルギー体だから、うん、だから、やっぱり優しい色の、うん、下着とかを身につけた方が、子宮は喜ぶのね。へぇー。で、やっぱり、その、エネルギーが入って溜まりやすいのが、うん、やっぱりその、女性だったら子宮とかなるわけで、うんそこをちゃんと守ってあげなきゃいけないから、うん、だからなんか自分に合う、うん、下着っていうか、うんうんうん、そう、うん、基本的に、なんか柔らかい色の、原色とかはちょっと、真っ赤とか、なんか真紫とか、なんかそういうこう強烈な真っ青とかっていうのは、うんうん、子宮さんが、びっくりしちゃうみたいな。そうなんだ。みたいな風になっちゃうから。いや、そんな話聞いたこともなかった。そうなのね。うん、やっぱり本当にそういう色とかでも影響があるってことなんだ。出る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 。すっごく色も影響が出る。そうか。それで子宮自体もなんかその影響で感情じゃないけれども、なんかこう、
あ、心地いいと思ったらすごくいい状態になるし、うわ、うん、ちょっと嫌だと思ったら、うん、やっぱりそこで子宮の具合もっていうことがあるっていう。濃い色だとなんか刺激を受けちゃって痛いって。痛いって。そう、子宮がなっちゃって、うんうん、でそうすると、あの、妖精さんが、なんかあるな、みたいな感じで、ちょっと一回止まろう、みたいな感じで、ちょっと動かなくなっちゃうから。あ、そうなんだ。なんかこう、そうだな、私たちが、こう、できること、その子宮っていうのは本当に、こう、重要だっていうのは思うんだけれども、うんうん、あの、それを守るために、うん、なんかできることっていうのはあるかな。だから下着とかをしまってる棚のところとかに、あの、綺麗な布とかをかぶせておくと、そのなんか嫌なっていうか波動の低い男性性のエネルギーとかが入りにくくなるのね。うん、え、そうなの？そう。へえ、その下着の上に一枚こうかぶせて、それで、あの、できるだけ、あの、隙間がないようにこう、あの、ちゃんと入れてカバーしてあげると、うん、あの、エネルギーを受けにくくなる。へー、なんかそうなんだ。アトランティスの時に、うん、あの、後期とかになんかいろんなエネルギーが入ってきた時に、うん、やっぱり女性とかは守らなきゃいけなかったから、うん、布とかを、あの、着用しなきゃいけなくなっちゃって、あ、それまではトランティスの時代まではそんなになんか何気をつけてとかっていうのはあんまりなかったから、うんうんうん、もうでも後期の最後の方になるとちょっと危ないなみたいな感じになっちゃってたから、そういう時に捕まってた人とかも行ったわけで、その時にその子たちの下着のところになんか、うん、コントロールの粉みたいなのを入れられちゃって、それでそうすると何が起こるかっていうと、そこからエネルギーがブワーって入ってきちゃって、それでコントロールされちゃう？そうなんだ。それは偉いことだね。そう。だから、知らない間にその子たちはなんか、もう洗脳されちゃって、うん、何が何だか分かんないみたいな、うん、そのぐらい。じゃあもう私たち多分ほとんどの人が、あの、そこまで重要なものだっていうふうに正直思ってなかったから、うん、でもそんな、もしかするとアトランティスの後期の頃から実はもうこう続いていることなのね、うん、そう、守らなきゃ本当はいけないし、うん、もっと本当に直にこう肌に触れるものっていうのは、うん、あの、できるだけやっぱりこう優しい色のもので、そう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 、あの、特に子宮なんていうのは守らなきゃいけない、コントロールされないようにっていうことなのね、うんうん、こんな話聞いたことなかった。普通に生活しててもやっぱり男性とかの意識が強い人と会うところが絶対あると、うん、あるんだけど、その時になんかそのエネルギーを一番受けるのがやっぱり子宮で、うん、それで、あの、お風呂に入る時とかにお腹ら辺から子宮ら辺まで、あの、ずっとなんか優しく螺旋状に撫でてあげると、あ、このおへその周りを、要はこう、まあ、時計回りでもどっち回りでもいいんだよね。どっちの回りでもいいんだけど、ただこうくる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 こう、くる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 、撫でてあげると、うん、渦巻きみたいな感じで撫でてあげる。そうすると、あの、撫でてるその間のところから、うん、黒いその今日受けたエネルギーっていうのが、うん、バーって出るのね。それはお風呂の中で、お風呂の中でやると、あの、セオリジムさんのお湯だから、そうすると、あの、温められるし、出やすくなる、その出やすくなって水で流れていく。そうなんだ、うん。あ、それはじゃあ実際に、うん、例えばこう、うん、そうだな、言葉でひどいことを言われて、うん、わあ、なんかちょっとすごく傷ついてと思ってる時なんか、お風呂に入ってなんかそこのおへその周りをゆっくりこう撫でて、うん、その子宮のあたりをね、うんうん、で毎日やればやるほど子宮さんはなんか、お、なんか元気出たなみたいな。整うってそういうことなのね、うん、そう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 。あ、そっか。へえ。逆に女性の中にもその男性性を取り入れて、うん、そのバランスを良くするとかっていうのっていうのは
何か必要なこととかあるかしら。なんか女性性の大事な子宮を守るのもすごく大事なんだけど、でもやっぱりバランスが取れてないと、さっきも言ったように、うん、こう女性性までも崩れていってしまうから、なんか自分でこう寝る前とかに、みーちゃんがやってたりするのは、なんかエネルギー的に、その男性性の、なんか太陽みたいなエネルギーを自分でイメージして、それを、あの、体の中に浸透させるっていうイメージとかをすると、ちょっとバランスが整う。ああ、太陽みたいなエネルギーを体の中にっていうのは、それは、みーちゃんからすると、ちょっとこう男性性のエネルギーを取り入れるっていう感じ。そうなんだ。太陽のエネルギーが男性性のエネルギー。うん、なんか、お水とかは女性性で、太陽とかは、あの、男性性。そっか。そういえばね、ふと思ったんだけど、ほら、よく子供の頃に、女の子は、それこそランドセルとかも、今はちょっと時代は違うけど、昔は赤、で男の子は黒とか、なんか青とかっていう感じ、色分けみたいなのっていうのをしてたけど、なんか男性性の方が、もしかすると、ちょっと、赤だったりとか、そうそう、黄色だったりとか、なんかそういう。男性性は赤、黄色とかオレンジとか。あ、そうなんだね。うん。で、女の子の方、女性性の方は青とか水色とか。あ、そうなんだね。逆なのよ、本当は。なんで逆でこう、植え付けられちゃったんだろうね。なんかずっとね。なんかかっこいいとか可愛いとか、そういう。気持ちから、じゃあ女の子は赤みたいな、男の子は黒とか青みたいな、でももしかするとそれもすでにこうちょっと矛盾というか、わざとこう逆に持たせてっていう感じで、ね、それだけ色の影響があるんだったらね、本当は女の子の方が優しい感じのエネルギーじゃないといけないはずなのに、赤っていう激しい色にさせちゃって、で男性性の方はゆっくり女性性を支えていくちょっと強めの感じじゃなきゃいけないのに、なんかさらっとしたなんか、ね、冷たい感じの水色っていう風な感じにされちゃったから、すごいな、その話も本当だよね。それもだからもしかすると見方によってはやっぱりちょっと何かコントロールみたいなのが入ってて、ね、あ、そうなんだね。そう、なんかその統合とかってよく言うけれども、実際にね、まあ、さっき言ったようなこうお風呂に入ってとか、ちょっと太陽のエネルギーを入れてとかっていう、その統合の仕方っていうのすごくいいものを教えてもらったんで、皆さんね、多分たくさんの方がそれをこう活用できるかなと思うんだけど、なんかみーちゃんにとってやっぱりこれから今もう全く変わってきてるじゃない、時代が、ますます本当にあのちょっとこうぼやぼやしてられないっていうか、ね、本当にしっかり自分自身っていうのを男性性も女性性もこうカチッとこうね合わせていかなきゃいけない時だと思うんだけど、みーちゃんからするとどう、皆さんできそうですかね。特に、お風呂の中でこうやってずっと螺旋状にやるっていうのは毎日でもできるからいいと思うし、あと、その、温めることで、その、あったかい太陽みたいなあったかい男性性っぽい温かいエネルギーが入るから、できるだけ温めた方がいいっていうのもあって、だから赤ちゃんがお腹の中にいるときはなんか温めた方がいいとかっていうやつとかもそういうことなんで、で、それで、だから、ちょっとずつ統合して、整えていくっていうのが大事だと。そうだよね。逆に今度、男性もほら、ね、今男性をやっててもずっと男性をやってるわけじゃないから、その今男性をしている人たちに向けては、どんな感じの何かアドバイスっていうか、こういう心持ちでいるといいよっていうのがあれば教えてくれる？ぜひ女性を大切にしてください。グーです。
大変なんで、こっちもずーっとなんかやられてきたんで、本当に。確かに。ね、本当に身近な人でいいから大切にしてください。うん、うん、うん、そうだよね、うん。それで、それが本当のこう、男性力っていうかね。支えるっていう。支えるってことがそうだもんね。うん、そう。ね、女性がやっぱりそこで、こう、安心してニコニコして楽しく、そうそう、あの、本来の自分のね、エネルギーをこう、開花できるような感じに、その土台となってこう、しっかり支えるっていうのが、本当にこう、本来の男性力だと思うから、うん、ぜひぜひ、よろしくお願いしますってことだね、うん。本当に支えて大事にしてくださいっていう感じです。うん。本当にありがとう。今日はあの、とってもとってもあの、濃厚で、しかも役立つ、そういうようなこう、やり方とかも教えてもらって、本当にたくさんの人がね、あの、活用できる話でした。本当にどうもありがとう。ありがとうございます。はい。またじゃあちょっと、あの、何かあった時にはぜひ、遊びに来てくれますか？はい。はい。無理ないようにじゃあまたお願いいたします。それじゃあね。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。皆様どうぞ体調にはお気をつけください。もしよろしければ、チャンネル登録、いいねボタンでの応援、よろしくお願いいたします。インスタグラム、フェイスブックも概要欄に貼っていますので、よろしければフォローで応援お願いいたします。また次回お会いできますように。光の言霊でした。